います。お水とタオルありますかね。大丈夫ですか。はい、よいしょ。はい、ではリフレッシュヨガ始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、では長座になって座ってください。タオル使う方でご自身の近くに置いておいてください。はい、ではまず左足自分の方に引き寄せて足の裏マッサージしていきましょう。はい、では小指の方から手の指1本ずつ入れて、まず指を前後に動かしていきます。はい、では反対の手でしっかり足首掴んだら、足首外回りから10回回しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対回り。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ではキュ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 とほぐして手を離します。息吐きましょう。ではこれとついでに、指をね前後に動かしていきましょう。まず親指と人差し指持って前後に動かします。10回ずついきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。前後動かしたら広げます。息吐いて、はい、次の指前後に動かして1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。広げて息吐きます。次の指1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。広げて次の指、広げて息吐きます。はい、では次の指1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。息吐いて広げます。はい、 OK。 足チェンジしていきましょう。右足自分の方に引き寄せて、まず足の裏マッサージしていきます。はい、では小指の方から手の指1本ずつ入れて、奥までしっかりと握ったら、まず前後に指を動かしていきましょう。はい、では反対の手で足首しっかり握ったら、足首10回回していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対回り。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ではキュ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 とほぐして息吐きましょう。はい、では指を、前後に動かしていきます。親指と人差し指から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。息吐いて広げましょう。はい、次の指1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。息吐いて広げて、次の指1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。広げてラスト1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。広げましょう。はい、 OK。 かかと床遠くの方に置きます。はい、ではもう一度左足自分の方に引き寄せてタオル使う方はタオル使ってください。はい、では、タオルを足の裏に引っ掛けるか、両手で足の裏引っ掛けて背筋ぐっと伸ばしましょう。首長くしてください。はい、では膝裏伸ばしていきます。
高く上げなくても大丈夫です。低くても大丈夫なので、なるべく膝の裏が伸びるように意識していきましょう。はい、一度緩めて、もう一度息吐いて伸ばします。はい、緩めて、さらに5回いきましょう。せーの、1、2、1、3、4、ラスト5でキープ。はい、ではさらにつま先自分の方に引き寄せて、結構きついですね、膝の裏。はい、 OK ですか。かかとというか遠くの方にゆっくり置いていきましょう。はい、では反対の足チェンジ、自分の方に引き寄せて、足の裏に引っ掛けたら背筋ぐーっと伸ばしていきます。はい、で息吐きながらゆっくり膝の裏伸ばしていきましょう。一度緩めて、もう一度息吐きながら伸ばしていきます。はい、緩めて、さらに5回いきましょう。せーの、1、2、1、3、4、ラスト5でキープ。はい、ではさらにつま先自分の方に引き寄せていきましょう。OK、 かかというか遠くの方に置きます。膝バタバタリラックス。はい、ではもう一度左足自分の方に引き合わせたら、次内側から足の裏持っていきましょう。タオル使う方は膝、足の裏に引っ掛けて両端を片手で持ってください。はい、では背筋ぐっと伸ばしてもらって、そのまま膝の裏伸ばしていきます。反対の手もまっすぐ前、同時に広げていきましょう。はい、ゆっくり閉じて、もう一度広げます。しっかり息吐いて行います。はい、閉じて、さらに5回いきましょう。せーの、1、2、1、3、4、ラスト5。はい、ゆっくり正面に戻ったら手を持ち替えてもらって、外側、足の外側を持って内側にぐっとひねっていきます。はい、では手のグーにしてもらって、外側トン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 と叩きましょう。はい、OK、では正面に戻ったら5回いきます。せーの、1、2、1、3、4、ラスト5。はい、ゆっくり正面に戻ったら、両手で足首をつかんで、一度ぐーっと上に上げてから、かかというか遠くの方に置きます。 OK、 反対の足チェンジ。はい、では足の内側から持ってもらって、背筋ぐっと伸ばしてください。そのまま膝の裏伸ばしていきましょう。反対の手もまっすぐ前、同時に広げていきます。はい、ゆっくり閉じて、もう一度息を吐きながら広げていきます。はい、閉じて、さらに5回いきましょう。せーの、1、2、1、3、4、ラスト5。はい、ゆっくり正面に戻ったら手を持ち替えてもらって、足の外側持ってください。内側にひねっていきましょう。はい、では手をグーにしてもらって、外側トン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 と刺激与えていきます。はい、 OK、 正面に戻ったら5回いきます。せーの、1、2、1、3、4、ラスト5。はい、ゆっくり正面に戻ったら、両手で足首をつかんで、ぐーっと上に上げてから、かかというか遠くの方に置きます。
膝バタバタリラックス。はい、では長座のままですね、お尻のお肉を外側に後ろ側にずらしてください。はい、ではもし届く方は両手のひらを上に向けてもらって、足の親指を掴んでいきましょう。この親指と人差し指で掴んでいきます。はい、では息を吐きながら、なんていうの、かかとを向こう側に遠くの方にちょっと置いてもらう感じで、かかと突き出しにしますね。そのまま息を吐きながら前屈していきましょう。吸って緩めて上体を起こして、吐いて前屈。吸って起こして、吐いて前屈。吸って起こして、吐いて前屈。ラスト息いきましょう。吸って起こして、吐いて前屈。はい、頭最後にしてゆっくり起き上がりましょう。膝バタバタリラックス。はい、では左足を自分の方に引き寄せてもらって、膝パタンと寝かせてください。はい、でもう一度前屈していきます。お尻がずれたらもう一度お尻のお肉後ろの方にずらしてください。伸ばしている方の足はかかと突き出しのまま行っていきます。はい、ではそのまま息を吐きながら前屈していきましょう。軽くで大丈夫ですよ。はい、一度緩めて、もう一度息吐きながら前屈。はい、緩めて、もう一度息吐きながら前屈。緩めましょう。では膝パタンと折りたたんでいる方の足を、伸ばしている方の足の上に引っ掛けていきます。はい、ではもう一度そのまま息を吐いて前屈していきましょう。このね、後ろの腎経ライン、腎臓膀胱の経絡のラインなんですけど、ここをしっかり伸ばすことによって冷え対策になりますね。今暖かい時期と寒い時期がちょっと入れ替わる時なので、結構体が冷えていきますので、ここをしっかりほぐして体温めていきましょう。一度緩めて、もう一度息を吐きながら前屈。OK です。では、次、伸ばしている方の足をさらに折りたたんでいきましょう。で次は、大腿筋のストレッチですね。はい、では膝重ねれたら、重ねることができたら重ねていただいて、これがきつければ、先ほどのポーズのままで止まっておいてください。はい、ではこのまま息を吐きながら前屈していきましょう。一度緩めて、もう一度息を吐きながら前屈。はい、緩めて、もう一度息を吐いて前屈。OK です。では上に寝かしている方の足を立てます。足の裏を床につけるような感じですね。じゃあ三角の形にしていきましょう。はい、では左手を前にかけてもらって、はい、でそのまま、後ろにねじっていきます。お顔も一緒に見れるところまで見ていきましょう。さらにあと2センチ先をぐっとひねってもらって、
OK です。ゆっくりゆっくり正面に戻ってきてください。はい、では上の足をほどいて、下の足をほどいて、膝バタバタリラックス。はい、では反対の足いきましょう。右足を折りたたんで、膝まずパタンと寝かせていきます。で、お尻のお肉を、後ろにずらしてください。はい、ではそのまま無理しない程度にですね、息を吐きながら前屈していきましょう。しっかりかかと突き出しにすると、さらに膝の裏に効いてくると思います。はい、緩めて吐きながら前屈。はい、緩めて吐きながら前屈。はい、緩めて。はい、OK です。では、体を起こしてもらって、では、膝をパタンと寝かしている方の足を足の上に置いてください。反対の足の上に置きます。はい、では、さらにちょっと負荷かけていきますね。しっかりかかと突き出しにしてもらったら、無理ない程度で前屈していきましょう。どんどん下半身がポカポカしてきているのを感じられると思います。ゆっくり緩めて、もう一度息吐きながら前屈。緩めて、吐きながら前屈。OK です。状態を起こしてください。では伸ばしている方の足をさらに折りたたんでいきましょう。きつい方はこのままの姿勢でキープします。いける方だけお願いします。はい、では膝と膝を重ねたら、はい、ではそのまま、お尻の、ね、方の大臀筋の方を意識しながら前屈していきましょう。緩めて吐きながら前屈。緩めて吐きながら前屈。はい、状態を起こしたら、上の方の足を立てて三角形の形を作りましょう。しっかり足の裏床につけてください。はい、では左手を前から回してもらって上体ねじっていきます。両方のお尻が床から離れないようにしっかり床につけた状態で行ってください。はい、ではさらに2センチ先までねじっていきましょう。OK、ゆっくり緩めて。はい、上の足からほどいていきます。膝バタバタリラックス。はい、では一度お水飲みましょう。少しお待ちくださいね。はい、では座っていただいて、
はい、では左足を横に伸ばしてもらって右足畳んでいきます。はい、では体側の方を伸ばしていきましょう。では足、手届くところまでで、持ってもらって、はい、ではまず体側伸ばしていきます。肋骨一つずつこう剥がすようにしてもらって、丁寧に体側伸ばしていきましょう。でこの時に曲げている方の足のお尻がこう床から離れないようにしっかり床にくっつけた状態で行っていきます。で上に上げている手ぐるぐる回していきましょう。大きくゆっくり回していきます。肩甲骨のストレッチ。でもう一度最初の形に戻ってしっかり息吐きましょう。はい、ではそのまま上体をちょっと前に倒して、斜め前に倒してもらって、今肋骨の方体側引っ張ってると思います。それをね、背筋の方ちょっと引っ張るように意識してチェンジしていきましょう。腰の方からぐーっと引っ張られるような感じですね。腰の方から肋骨通って肩甲骨、腕の先まで引っ張っていきます。はい、ゆっくり戻ります。では上に上げていた手を後ろに回してもらって、はい、では、左手を頭の上に乗せていきます。そのままお首を左側に倒します。はい、では左の手をほぐし取ってもらって、反対の手も取ってもらって、ではかかと突き出しにした状態でちょっとそのまま前屈していきます。はい、では一度ちょっと上体を軽く起こしてもらって、次かかと突き出しにしていたこうつま先をパタンと内側に寝かせてください。でもう一度前屈していきます。ちょっと効くところが違うと思います。OK です。ゆっくり上体を起こしてください。はい、では足チェンジしていきましょう。はい、では手の届くところに足タッチしてもらって、丁寧に肋骨を引き剥がすようにして体側伸ばしていきましょう。お尻は床につけたまま行います。上体を斜め前にパタンと倒してもらって、腰からぐーっと遠くの方に引っ張っていきましょう。ゆっくり正面に戻ったら、上に上げている方の手ぐるぐると大きくゆっくり回していきます。
もう一度体側ぐっと伸ばして、隣の声からね、隣の部屋からあーって聞こえますね。はい、ゆっくり戻りましょう。はい、ではそのまま後ろの方に手を回してもらって、反対の右手頭の上に置きます。はい、ゆっくりと頭を倒していきましょう。はい、ゆっくり手をほどきます。はい、伸ばしている方の足かかと突き出しにしたまま前屈していきましょう。でゆっくり戻ったら、つま先パタンと倒して、内側に倒してもらって、もう一度前屈します。はい、ゆっくり置きましょう。はい、ではお水飲みたい方飲んでくださいね。次、四つん這いの形に行きたいと思います。はい、では四つん這い行きましょう。肩の下に手を、骨盤の下に、膝を置いていただいてですね、はい、ではまずちょっとチャイルドポーズで背中を緩めてもらって、ぐっと伸び、上半身伸びしていきましょう。手のね、指先を遠く遠くの方に床に置くと、ぐっと上体が伸びができます。手を緩めてもらって、ではチャイルドポーズからぐーっと背中を丸めながら起こしてもらって、そのまま背中反らせていきます。いけるところまでで結構ですよ。で、背中を全面伸ばしたら、目線天井に上げていきましょう。はい、息吐きながらもう一度チャイルドポーズに戻ります。この動き少し繰り返していきましょう。息吐いて背中丸くして、ぐーっと起こして、そのまま背中反らしていきます。しっかり息吐いて行ってください。はい、吸って戻りましょう。で、チャイルドポーズになったら息吐きます。大きく息を吸って、上体持ち上げて、反らすときに息をしっかり吐いていきましょう。吐きながらチャイルドポーズに戻ります。もう一度行きましょう。息を吸って背中丸くして、ぐーっと持ち上げていきます。背中反らすときにしっかり息を吐きながら動かしていきましょう。目線天井、息を吐きながらチャイルドポーズに戻っていきます。ラスト1回いきましょう。息を吸って、上体持ち上げて、息を吐きながら背中反らせていきます。
目線天井に上げて、息を吐きながらチャイルドポーズ。ではそのチャイルドポーズのまま頭床につけた状態で手をもう一度遠くの方に置いてもらって、ぐっと伸びしていきましょう。はい、OK です。ではですね、ちょっとチャイルドポーズでお尻を、かかとにつけた状態で、左手を右側の遠くの方にちょっと持っていってもらって、体側伸ばしながらですね、脇と肩甲骨もしっかり伸ばしていきます。はい、OK です。では反対行きましょう。右手を左側の遠くの方に持っていって、それでぐーっと下に負荷かけていきます。ゆっくり戻りましょう。はい、ではですね、四つん這いの状態になってもらって、はい、では右手を左手と足の間に通していきます。ぐっと通してもらって、肩甲骨床につけていきますね。肩甲骨というか肩口ですね。はい、では頭も床につけていきましょう。はい、では左手はぐっと天井の方に向けて伸ばしていきます。で、目線もし見れたら天井の方を見てください。はい、では上に上げている左手を頭上の方に持って伸ばしていきます。はい、次は 上に上げている手をふーっと背中の方にずらしてもらって、手のこう背中というかお尻の方タッチですね。OK です。ゆっくり状態元の位置に戻していきましょう。はい、では反対いきます。左手を右手と右足の間に通してもらって、側頭部もしっかり床につけていきましょう。はい、で、右手上にアップ。天井の方を上げていったら、目線も天井に上げていきましょう。ここでめまいする方は無理しないでくださいね。目線を下に下げてもらって結構です。はい、で上に上げている手を頭上の向こう側の方に置いていきましょう。で、体重がちょっとね、右の方に寄ったりしがちなので、少し真ん中の方にこうキープするようにしておいてください。はい、で上に上げている手ぐーっと下ろしてもらって、背中側に回していきます。この時しっかり胸広げてもらって、OK です。ゆっくり元の位置に戻っていきましょう。はい、では、肩の下に先ほど置いてあった手を少し肩より広めに置いていきますね。はい、では次、このまま右の肩甲骨を、右のね、肩口を内側にこうこんな感じで入れていきます。いきますね。息を吐きながらぐーっと入れていきます。
で、お顔は、左側の方をぐっとなんか入れていきましょう。で、できれば首が痛くなければ目線天井に上げてもらっても大丈夫です。重心をぐーっと肩の方にかけるような感じで、痛くない程度にね、ご自身の許容範囲で行ってください。はい、では元の位置に一回戻りましょう。で、反対左の肩口をぐーっと床の方に押さえつける感じで、目線できれば上げていきます。しっかり息吐いてくださいね。はい、反対行きましょう。はい、ゆっくり戻って反対に入ります。はい、正面戻りましょう。はい、ではお尻の位置そのままでゆっくり、手を前に出してもらって胸を床につけていきます。できれば目線は手と手の間を見るようにしてください。OK です。ではチャイルドポーズになってもらって、はい、ではそのままうつ伏せになりましょう。寝転んでもらって、はい、ではちょっと肘立ちみたいな感じになってもらって、首を左右にゆっくり動かします。はい、OK、正面に戻ったらゴロンと上向きになりましょう。はい、では両手両足ぐっと上に持ち上げてブラ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 。はい、OK です。では、足伸ばしてもらって、右足だけ宙に浮かした状態にしていきます。左手で右膝の外側に手を当てて、内側にひねっていきましょう。はい、では、右手をゆっくり大きく回していきます。はい、OK です。もう一度、横側にね、右手を伸ばした状態で、肩甲骨、なるべく床につけるような感じで、ちょっと胸広げていきましょう。はい、ゆっくり正面に戻ります。はい、で、足チェンジしていきましょう。左足浮かせて、右足は寝かせたまま。右手で左膝の外側に手を当てて内側にひねっていきます。はい、では左手ぐるぐると大きく回していきましょう。しっかり呼吸してください。キリのいいところで体の横にぐーっと伸ばしてもらって、で、肩口を床につけるようなイメージでぐーっと胸広げていきます。
OK、ゆっくり戻ります。はい、両膝胸の前でぐーっと抱えて、少し頭持ち上げていきましょう。はい、そのまま大きく伸びしていきましょう。手と足、上下に伸ばして、ぐっと伸び。はい、吐いて、先ほどの丸い形に戻ります。吸って伸び。両手両足ぐーっと伸ばして。吐いて縮めましょう。抱っこ。足抱っこ。吸ってもう一度伸び。吐いて両足抱えます。頭床につけてください。両足床につけてもらって、少し肩幅ぐらいに足を広げます。はい、では骨盤矯正ですね。最後両足同時に、左右に倒していきます。キリのいいところで正面に戻ってきてください。もう一度手と足をぐーっと上に上げて、ブラ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 。はい、 OK です。はい、では一度横向きになってから頭最後にして、ゆっくり起き上がりましょう。ではあぐらを組んで座っていただいて、最後深呼吸して終わりたいと思います。両手広げて息吸って、吐いて、もう一度両手広げて息吸って、吐いて、ラスト大きく息吸って、吐きながら脱力。頭最後にしてゆっくり起き上がりましょう。はい、では本日のストレッチこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではこの後も良い一日をお過ごしください。良い週末を。バイバイって叫んでます。はい、今聞こえますかね。はい、では皆さん、はい、バイバイ、またね、ありがとうございました。